はい、皆さん、また福井県内で面白い自販機を見つけたのでご紹介していきますよ。福井県鯖江市にありますアジアンリラックスワイティアさんの自販機。こちらの自販機ではなんとアロマオイルがいつでも買えちゃうんですね。自販機の上段にはミネラルウォーター、中段にはお店のサービスなどが紹介されたメニュー表、下段には人気のアロマオイルが販売されています。種類は左からラベンダー、ゼラニウム、ペパーミント、オレンジ、ヒバ、ちなみにバスソルト用の塩が付属しているらしいです。アロマオイル素人ですが早速買ってみましょう。ということでラベンダーのアロマ1000円を購入しました。実際に自宅でレポートしていきます。まずね、蓋を開けていきますか。なんか説明書みたいなやつとラベンダーのアロマオイル、謎の粉。あ、なんかもう蓋開けたらいい匂いしてきた。ラベンダーのいい匂いする。癒される。リラックスしてます。アロマバスソルトの作り方というのは書いてありますね。材料、塩 40g、 アロマ1から5滴。作り方、塩にアロマを混ぜ、あ、じゃあこれ塩か。塩にアロマを混ぜて湯船にしっかり溶かすだけ。超簡単。注意、追い炊き、循環機能 NG。 アロマ入れすぎない。小さいお子様はごく少量で使用。肌に異常を感じた場合はすぐに中止、ボディーソープでしっかり洗い流すというのが注意事項です。これ 40g です。なのでこの 40g の塩にアロマオイルを、まあ、1滴から5滴混ぜて湯船に溶かすだけでアロマバスソルトが作れちゃうっていうか、それがアロマバスソルト。せっかくなんでね、開けてみましょう。おー、ラベンダーの香り、イエース。ラベンダーの香りです。この容器に塩 40g 入れて作ってしまいましょう。はい、この中に塩を入れます。ラベンダーのアロマを1滴から5滴入れていくわけですね。ほいほい。まあ5滴ぐらい今度入ったと思います。早速お風呂に入れたいと思います。早速入れていきましょう。はい、あー、リラックスしながらお風呂入ってます。アロマの香りはまあ程よくする感じけど、まあ入れすぎるとね、なんか肌に合わなかったりとか、本当にちょっとリラックスできるぐらいがいいのかもしれません。まあちょっとね、アロマオイル、アロマバスソルト初心者ですけれども、まあリラックスしながらお風呂に入ってます。お相手屋さんの自販機で、まあ、気軽に24時間いつでもアロマが買えるっていうことで、まあ、こういう風にね、アロマバスソルトを作ってお風呂に入っていましたけれども、まあちょっと初めての経験だったんですけれどもね、楽しいなという風に思いました。ぜひ皆さんもね、こういう風にアロマバスソルト、鯖江駅の近くにあるワイティアさんの自販機で買ってリラックスなお風呂タイム満喫してみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。